毎度おなじみルローのチャンネル、ウルトラヒーローというチャンネルです。ということで、今回の動画はですね、ムビモンの、新作ソフビ3種類をちょっと紹介したいと思います。まあ、ゴジラストア限定で発売された、ソフビで、バガン、ビオブランテ、荷重決定、そしてヘドラの、上陸機四つん這いバージョンとなるんですけれど、発売されたのはまあもう結構前なのかな、11月の頭ぐらいだったんですけど、私ちょうど11月の頭に結構休みを、久しぶりに休みをもらえて、このね、ゴジラの、まあ、ロケ地周遊作戦っていうのをちょっと回ってまして、全部回る予定はなかったんですけど、結局なんだかんだでノリで、ちょっと全部回ってしまいまして、まあ、これあの、ゴジラマイナスワンのロケ地ですね、茨城県と、静岡の浜松市、それから長野の岡谷市っていうところをですね、回るスタンプラリーで、茨城が4箇所で、浜松が2箇所。岡山も2箇所かな、はい、ありまして、なんだかんだで全部回ってしまいました。結構好きなんだよね、こういうスタンプラリーとか。で、ちなみに自慢じゃないんですけど、多分これ全部回ったのは僕が多分一番早いと思います。僕が一番早いと思います。各会場、衣装の展示とか、こういう感じで、ロケやりましたって写真とかの展示がされてたんですけれど、まあ、どこも良かったけど、茨城のね、美保の、あの、鹿島海軍航空隊跡、これはね、僕個人的にすごいゴジラ関係なしに、前からちょっと行きたいなと思ってた廃墟、廃墟ともまたちょっと違うんだけど、軍事遺跡っていうのかな、昔の戦争遺跡か。昔の戦争遺跡で、まあ、鹿島の、海軍航空隊っていう、なんて言ってるんだろう。実習訓練施設っていうのかな、の跡っていうのがずっとまあ残ってて壊されないで。で、最近かな、ようやくその一般にも、開放して、土日とか限定で、回れるようになったんで、まあ行きたい行きたいとは思っていたんですけど、まさかゴジラに出てきて、すごく重要な役どころで、なんだろう、こう、重要な役どころでロケ地として使われてたので、かなりグッと来てしまったんですけれど、はい、まあそこがちょっとおすすめですかね。興味ある方は、回ってみていただければなと思うんですが、まあこれをちょっと回っちゃったんで紹介は遅れてしまったんですが、ムビモンの、ソフビ3種類を、まあ、紹介したいと思います。で、まずはこちらですね。バガン！ムビーモンスターシリーズ。これですね、タグはこれなんですけど、ムービーモンスターシリーズバガン、ゴジラ細胞とギドラ細胞を融合させて作らせた怪獣、骨のように硬い皮膚は金属以上の耐久力を持ち、ほとんどの攻撃を跳ね返す、ゲーム超ゴジラより、ということで、このバガンっていう怪獣、僕はぶっちゃけ知らなかったです。割と大人になるまで知らない怪獣だったんですけど、もともとは84ゴジラの没企画で、その後、モスラと戦う予定だった。だけどそれも企画がボツって、超ゴジラっていうゲームの、まあ、ラスボスとして登場した怪獣なんですけれど、そのバガンの即位となります。で、まあ僕は本当にこの超ゴジラやったことないっていうか、僕よりやっぱちょっとお兄さんがやってるゲームかな。まあ、ゴジラ怪獣大決戦とか、マリオ RPG はやってたんだけど、超ゴジラはやっぱちょっとね、ちょっと外れちゃうゲームなんですよ。で、まあそれに登場したね、バガンの即位でございます。で、なんだろうね。僕はもうファーストインプレッション、すごい素直にかっこいいなと思って、この即位買ったんですけれど、なんだろうね、ウルトラマンのゼアスとかに出てくるコッテンポッペとか、あの辺にすごい似たデザインだなと思ったら、どうやらデザイナーの方が同じみたいな話があるんですけれど、どっちかっていうと本当にウルトラマンの怪獣に出てきそうな、デザインをしてますね。で、まあすごい角が特徴的なのかな。うん、で、筋肉質な体だよね。で、このバガンはね、超ゴジラっていうゲームの時だとまたデザインが微妙に違うんですよ。で、これは、ムービースタジオツアーっていうゲームにちょこっとだけ出てくる、バガンの雛形を多分、モデルにしてるんだと思うんですけれど、はい、そういうソフビでございます。ソフビとしては、まあ、両腕と両足と尻尾が動くっていうスタンダードな、ソフビなのかな、動かせる場所に関してはなんですけれど、まあ、VS シリーズのゴジラと合わせるとこんな感じかな。まあ本当にこれは世代の人はすごく嬉しいソフビ化なんじゃないかなと思いますね。はい、こちらがバガンです。ちょっとだけね、ビオランテとかヘドラよりも値段は高いのかな。で、続いてはこちらですね、ビオランテの荷重形態になります。ビオランテ荷重形態、遺伝子情報を組み込んだバラにゴジラ細胞を融合して誕生した生命体、茎、根、肌などの触手攻撃を武器とする。これはあれだよね、ゴジラの、怪獣の人気投票みたいな感じで、ソフビ化する怪獣を
みんなの投票で決めようっていう企画で、見事1位になった。ビオランテの最初に登場した時の携帯だよね。荷重携帯。足の子だっけ、最初に登場した時のビオランテのソフビになりますね。僕はね、正直ね、ジラに投票をしたんですけど、でもこのビオランテもね、すごい欲しかったので、こういう形でやっぱ商品化されたのは嬉しいですね。ネオバトル G とかっていうミニソフビでは、この荷重携帯はあったんですけれど、この現行のムービー本では初めての、立体化になりますね。で、結構すごいんですよ。動かせる場所が多くて、この葉っぱも動かせるし、真ん中のバラの部分もこう動かせるし、あとこう触手も動かせるっていうことで、結構動く場所が多い、面白いソフビになってますね。よく見ると口がちょっと生えてるんですよね。これだけでなんかもうオブジェとして成り立ってるような感じがして、不思議な、魅力のあるソフビですね。なんだろう、この葉っぱの部分が結構固めなんですよ。ここがちょっと硬質のソフビになってるね。うん、すごい面白いソフビでございます。さあ最後がですね、ムービーモンスターシリーズヘドラ上陸機四つん這いバージョンでございます。汚染物質やヘドロと統合し生まれた怪獣、分裂合体を繰り返し変態する、工場地帯に上陸し四つん這いで移動する姿ということで、ついこの間上陸機二足歩行バージョンの、ヘドラのソフビが出たんですが、四つん這いバージョンですね。こちらも、ゴジラストアで、発売されました。右側が、まあ、この間出た二足歩行バージョンなんですけれど。やっぱすごいね、ヘドラは。で、これ、流用してるのかなと思ったら、そんなことはなく完全新規ですよね。動かせる場所は前足の2箇所はちょっとこう、動かせるのかな。尻尾も微妙に動かせるかな。ちょっと硬いから尻尾も微妙に動かすことはできるんですけれど、なかなかすごいねヘドラこれとこれが進化して、さらに一般で発売されたこの完全体のヘドラになるということで、ムービー本だいぶ攻めてますね。この短期間にこれだけヘドラの装備が出るという驚きの装備ですね。完全体に比べるとやっぱりちょっとこう緩い感じになってるんですが、まあそれもすごく味のあるソフビでございますね。ちなみに、この間もちょっと紹介したんですけど、四つん這い状態だと柔らかい銃っていうので私持ってまして、これめちゃくちゃやっぱ気に入ってます、はい、もうちょっとリアルな感じなんですけどいいねこれは。なんかこの後ヘドラの飛行形態もソフビが発売されるということで、そちらの方も楽しみにしたいと思いますね。まあ、ということで、ムービーモンスターシリーズ3種類をね、簡単に紹介してみました。どれも本当に出来がいい品物ですね。で、あえて一つだけ、ちょっと文句というか、あえて一つだけちょっと言わせてもらうと、すごく全部ね、全部いいソフビなんですけど、ゴジラストアで全部同じ日に買ったんですよ。でも、なんか知らないけど、ゴジラストアって送料が全部別個に、個別配送になるんですよね。だから送料が個別でかかってきて、結構その辺が、やっぱ割高になってしまったので、ここでもまた地方は後回しかみたいな、またこの間のあれに続いてなんですけど、感じがしたのがちょっとだけ、残念だったんですけれど。まあ本当に、この3体はどれもね、マニアックで攻めた、いいところを攻めたね、商品だと思いますので、気になる方はぜひチェックしていただければなと思います。ということで、ムービーモンスターシリーズの即備3種類の紹介でございました。